チャンネル。ジョブ。花金。はい。これがね、分かる人はもうあなたもバブル世代です。まあ俺はバブル世代じゃないんだけどね。里崎は氷河期世代です。バブルでみんながハッピーな時代が終えて、ちりくずの中を就活した友達たち。なんで言葉をかぶかというと、今話しながら俺は就活したことないから氷河期全く影響してないなっていう思いが、髪の具合に入りましたね。でまあ佐々木ね、履歴書書いたことないんです、そもそもね。まあということでですね、今回花金のフライデーナイツ4月13、14、15 3連戦、広島ね、阪神は雨で中止があったんで2連戦ですけども、総チェックやっていきたいと思います。まずはもうここから行かなきゃいけないでしょね。セ・リーグ巨人対中日、13日2対1巨人、14日5対1巨人、15日5対1巨人、巨人3連勝、中日3連敗。おい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 、去年と一緒の声が聞こえるぞ。佐々木見る目ねえな、逆張りか。あ、なんかデジャブ。2020年じゃないよね、2021年だよね。去年と全く同じ状況ですけど、バタバタしちゃった前半、まあ、まだ始まったばかりだけど、まあねっていうところありますけど、あ、そうだ、巨人中日で言っとかなきゃ、佐々木智也初代配球王になりました。どう見ますか。最初ねちょっと負けかけたんですけど、藤島のカーブを読んだあたりからリズムになってきて、最初はキャッチャーと思って配球を当てようとしたんですけど、やっぱ自分の我が入っちゃうんで、寄り添えなくなってくるんですよね。でそうすることによってなかなか当てづらくなるんで、もう途中からバッターやと思って、このバッテリーは次何投げてくるんだと思って、まあ、バッターの時ももともと配球読んで打つタイプだったから、そっちの手法でやるとどんどん当たってきたっていうね。なんと初代チャンピオン江川さん、川上健一さん、谷繁さんで、石原で、亀梨君、この豪華ラインナップを蹴散らして優勝です。まあ、ということでね、まあ、やっぱ里崎も配球が読めちゃうんですよね。っていうことは何が言いたいかっていうと、里崎の解説に説得力が増しますというところなんですよ。というところでね、今日もそれをね、まだ見てない方いらっしゃったらですね、まあ、Hulu とかでもうちょっとあんのかな、あとその番組の Twitter とか、見ていただければね、里崎が勝ったとこあります。ほんの昨日の試合ですね、全国中継一部地域を除く、ね、優勝です。最後亀梨君に負けそうになったんで、これは危ないと思いましたけど、無事勝ち切りました、ね、これで肩書きかけるんですね、プロフィールに初代配球をチャンピオンして、ね、ということでいきましょう。中日巨人、13日2対1巨人ね、まあ王の2敗目ということでしたけど、昨年同様この前半戦無援護だ。去年も前半戦ね、頑張ってるのに援護点なく勝ち星逃せなかったっていうところがね、勝ち数っていうところの数字がね伸びなかったところですけども、まあ、広岡にねホームラン、あの広岡ね、アウトコースツーシームかな、難しいと思うかって、だから巨人に来てもね頑張りがすごいっていうねところでね、あれは素晴らしいですけども、まあ、大野もね頑張ったけどやっぱ援護点がなくっていうね。でまああと中川大城のね中継ぎの配球も良かったかなと。スライダーを見せ球にして、ストレートを勝負球にして、相手の裏をかいていくグッズ、ね、もう見逃し三振とかね、確か大島だったかな、もう完全にいい形でね配球できたかなと。でね、この金曜日のね一番ねバッドポイントはこちらです。サンチェス巨人先発、配球が右左関係なく、キャッチャーが外を構えた確率だからアウトコースですね 94%、 109球中7回3分の1、109球中インコースに構えたのはたった6球だけ。しかもピッチャー大野へ2球構えたので、それ以外に対して4球しか構えてません。だ約100球で4球です。だ実際野手だけだと 96% です。ほぼまっすぐスライダーなど、それを全く対応できず、サンチェスに対してノーヒットバーッ。対応しようよベンチも作戦だって、野手に対して逆球はもちろんありますよ、でもキャッチャーが 96% も
アウトコースしかに構えない。しかも右も左も。それを引っ張りに行く。打てません。それじゃあもっと踏み込んでいくとか、もっとベンチも含めて対策していかないと。これ見てて僕でもすぐ分かったんですよ。これアウトコースばっかりしか投げへんけど、バッターめっちゃ引っ張っていってんなみたいな。そら大城もインコースも行かない。そんなだってアウトコースだけで引っ張りにかかってて、それで打たれないもん。無理にインコースに行く必要ないよね。でたまにちょろっと投げたら、そのちょろっとで意識してくれて、あとエンドレス外、野手に対して 96% アウトコースノーヒットね。対応しろ。俺に非難が来るからね。なぜか分かんないけどね。で続いて14日畑グッピッチで、しかし大問題、畑も2試合連続、初戦見てたんでね、まさかとは思って2戦目も見たんですけど、ほぼ外です。左打者にはインコース使ったんですよ。しかしでも6球しか投げてないんだけど、左バッターにも6球中4球変化球だから、ほぼまっすぐ来ない。中日打線今日も外の球で2試合連続対応できず、で巨人はね3回裏に一気に5点取って勝負あり。だから大城いいね。やっぱその相手の対応を見ながら、やっぱインコースは無理していくところじゃないから、そういったところで無理していかないようにして、相手が狙ってこない、まあ、対応しないアウトコースを中心にして、で、まあ、ちょっとインコースね、畑の様子見ながら、こっちのでカウント取れるな、多分左バッターだと、このインコースのスライダーの方がカウント取れるなっていうところで、それを投げさせたと思うんだけど、そういったところで一気にね、まあ、ほんで序盤の3回ね、まあ、5点取ってくれたっていうところも、畑にとっては大きいと思いますけども、ドラゴンズ打線、2試合連続、ほぼ外です。2試合目もここも計算しなかったんですけど、最低でも 85% 以上が外です。対応できず、対応していこう。もうちょっと大城に全部やられてる。バンバンとで15日ね、昨日高橋がスクリューが不調で全く決まらず、バッテリーここで変化、インコースどんどんついていきます。まっすぐスライダーで、それまっすぐ待ってたのかな、引っ張っていってスライダー空振りしちゃうんだよね。どんどんいきます。でアウトコースのストレート、でスクリューは投げてたんだけどほぼ決まらない。たまに決まってアリエル・マルティネスかな、見逃し三振とかあったけど、それももう真ん中に決まるだけで、いいコースにほぼ決まらなくて、アウトコースのストレート、インコースのストレート、こっちのストレート使いながらスライダーでカウントで勝負したらいいっていうのが、これがまだまんまとはまります。しかも松原が先頭打者ホームラン、なんとこちらセリーグで育成選手初の先頭打者ホームラン、松原グッズで、その後もタイムリーね。でここでちょっと問題があります。福谷木下のバッテリーね、打たれちゃうといっぱいあるんですよ。まっすぐとかツーシーム、スライダーフォークとか、いっぱい球種ある。打たれちゃうとそのボールをもう消します。序盤ほぼ投げなくなります。だからちょっと配球に偏りが、だからまあ全部そっち、そればっかりになってて、で昨日もだから谷繁さんとか川上憲伸さんとか石原とか江川さんとか亀梨君で一緒にみんなで見てて、でなんていうのかな、ちょっとピッチャーに優しくないっていう、なんかこう常にトーナメントみたいな、配球常にもうランナー三塁でピンチみたいな配球に見えて、もうそればっかりみたいな、でピッチャーが難しそうついていくのがっていう、苦しいねリードに見えたっていう、全員が話してて意見が統一になったんですけど、途中から点取られて途中からまんべんなく使えるようになったっていうのと、でそれがまあうまく回ったのかなっていうところはまああると思うんですけど、まあ一番うんって思ったのが、松原にタイムリーセンター前打たれた時に、多分もう勝負でも何か困って、あまだ投げさせてない、カーブ投げさそうと思って、多分カーブ投げさせて打たれたんだけど、それまで1球も投げてないのに、いきなりそんなピンチの序盤でいきなりカーブって、それは甘めに入るよね、さすがにきついで、その勝負球だったら。だからそういった面もうちょっと工夫してもよかったんじゃないのかなっていうところもあります。あと3回裏の2アウト1・3塁のダブルスチールね、これもう完全にショート強打の入るのも遅すぎる、遅すぎるから走りながら取る、でファーストランナーとなんか交差しちゃって行き違いみたいな、で三塁ランナー悠々帰ってくるっていう、であれなんか三塁ラン一三塁だから三塁ランナー見なきゃっていう人もいるんだけど、あれはもう三塁ランナーなんて正直見て投げてたらランナーがアウトになろうって思ってない限り絶対アウトにならない。なぜなら
普通に盗塁してもギリギリなのにサード見てたら絶対無理なのね。だからそれはもう俺はもうサードなんて見なくてもいいし、見たところでパッて見ても見てないからね。でしかも右バッターいたらランナーからもキャッチャーこれも見えないし、そういった意味では俺は特に見なくていいかなと思うんだけど、あれ強打が普通に入っててタッチしたら多分入ってなかったと思うの、梶谷のタイミングから見ると。だから強打のセカンドにね入るのが遅すぎる。で結局あれで盗塁2個されたことになるからキャッチャーの盗塁阻止率は下がるし、キャッチャーはもうその溜まったもんじゃないっていうね。だからあそこは強打がもっと早く入ってやらないと、あのちょっと守備的に、まあ、記録に残らないミスだけどもエラーだけども、ああいうのはしっかりやってもらいたいなとキャッチャー の目線では思います。まあ、そういったところでね、こうちょっと負けすぎててもう常にピンチみたいな、常にランナー三塁いると、常にトーナメントみたいなバッテリーの配球に見えるから、もうちょっと余裕を持ってあのやっていかないと、もうどんどん偏ってるから、もうそればっかり投げてて、マスダか三振かショートゴロかなんかいいけど5球とか6球連続スライダー使ってみたりとか、まあ悪くないんだけども、打たれたスライダーばっかりとか打たれたこっちばっかりとかっていうになるから、もうちょっと柔軟にやってもいいのかなっていうところも思いましたし、まあ昨日見てた全員の人とも見解一致したんで、まあ間違いじゃなかったのかなと思います。結果3連勝で巨人の勝ちになりました。ということで巨人は今2位、中日5位です。批判は受け止めます、僕が。まあ、俺は別に悪くないんだけどね、俺はもう前半バタバタしなかったなって言ったんだけどね、またつくんだよね、なぜか。さあ続いて阪神対広島、火曜がね雨で中止になって西と森下がスライド登板です。はい、14日、6対0阪神、15日4対0阪神、阪神2連勝しかも2連続完封勝利ね。広島31イニング連続無得点です。まあ、このね水曜日の試合も、まあ、西が高めに行くボールがほぼなくて、もう低めてって、しかもそこからツーシームスライダーとかフォークとか、もうあれはなかなか打てないね、正直。でしかも4回裏佐藤君ホームラン、甲子園で初ホームランだったかな。もうねカーブ半速球のあそこはもう強いで、パワーあるフォーム変わらないし、あれはね危ないよ。この試合も見ててもね、あの森下がね悪いわけじゃない、全体的に阪神がすごすぎる今。もう打線がで、しかもねこれね帰りまた中野がいて、中野が打つことによって回るよね。で梅ちゃんも調子上がってきてるし、でまたここに来てねマルテがまた打ち出してきてて、でなんか外国人選手起用問題で阪神ピンチって言っちゃったんだけど、ロハスどうするんだろうね。ガンケルエマ参照してる、スアレスは外せない、サンズマルテ、もし両方使ったら佐藤君出れないから、もういい上がってきたから出したいってなったら、もうまるで外すしかないんだよね。どうしますか皆さん。でももういい感じで来てるから、もうロハスちょっと2軍にいてもらうなあ、なんかいい感じで来てるから無理に上げなきゃいけないっていうのもあれやし、まるでもいい感じやし、もうロハス2軍にいてもらってアルカンタラだけ登録してでいいんちゃうな。もう俺それが一番いいような気がするな、無理に今いらんもんな。でしかもそのロハスがどんな活躍するか分かんないし、入れたことによってバランス崩れたら困るから、マルテやな、この感じ見てると。まあどうなんですかね、監督も嬉しい悩みですね、矢野さんもね。で15日4対0ね、秋山グッピッチ、西と秋山両方グッピッチ、だからグッピッチでかいのでかいのです。昨日の秋山も良かったね、ミットに磁石ついてんちゃうかっていう西田秋山は、もうそこに行くね、見てても。もう広島勝てるチャンスほぼなし、あれは。でしかも佐藤君ワンボールワンストライクからインコース寄り、まあ多少甘かったけど別にそんなめちゃくちゃ甘いとこじゃない、インコース寄りバックスクリーンホームラン、ここから始まります恐怖が。あそこを打ち出すと、その後もの配球もアウトコースに行ってましたけど、あそこを打ち出すと簡単にインコース、今まではインコース全く打たないからみんな平気でインコースボール先行しててもどんどん投げていってたんだけど、あの若干甘くなったら持っていかれてたら、その無理くりインコースいけなくなるのね。でしかも厳しく投げないといけないっていう神経が、あの他のバッテリー に来ると、でそこしっかり見極めるとボール先行になってくる。でそうしたら自分の好きなアウトコース寄りに来るようになるから、これちょっとで、このホームランが15日のこのホームランがきっかけでめっちゃ打ち出すかもしれない。だからちょっと今日の試合注目、
あと、今日の試合がヤクルト戦の石川、左か。だから左だからどういう風に投げてくるのか注目だね。で石川のこうね、技巧派の中でどう対応するか。でもね、俺このホームランで俺打ち出しそうな気がする。今日から佐藤君注目せあと秋山の唯一のミスっていうかチャンスがあったのは広島はね、5回表長野フォアボール、田中フォアボール、ここのノンアウト2塁から、ここが一番のワンチャンスだったけども、その後代打阿部三振見逃しね。で菊池のショートゴロ、ダブルプレー取れなかったけど中野のスーパープレー、あれもしポローンって、もし去年までだったら、あれもしひょっとしたらポローンっていって、その後バタバタバタってきて2点とか取られちゃったりして終盤ちょっと分からなくなったっていう可能性もあるけども、あれしっかり取ってダブルプレー取れなかったけど1つ取る。でその後ドーバーシアウトにして無得点、まあ、広島で言っても唯一のチャンスがここ。でそれを、まあ、秋山の立ちな戻り方っていうのも素晴らしいし、あの中野のあの守備力っていうのは本当に素晴らしいなっていう、去年とは全く違うところがね出たんじゃないかなと。でまああの攻撃でもね、その佐藤君のホームランはあったけども、まあ、2回裏ね、あの白棒でライト鈴木誠也が打球を失って、で佐藤君にいる、あれもね2塁まで行かない人もたまにいるから、あれをちゃんと走って2塁まで行った佐藤君のソロイングね。でその後梅野インコースを無理やりにでも進塁打を打とうとするセカンドゴロ、結局あれはその後得点には繋がらなかったけども、ああいったことをちゃんとできるチーム、ね、フライね、セカンドとライトの間にカンチャンフライ、あれをしっかりちゃんとセカンドまで走る姿勢で、その後に無理やりにでも進塁打を打とうとしてきっちり打つ梅野ガッツグッド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 スパイラルグッド、こういうのができるチームはやっぱね強い。だからこれね、単純に勝ってるわけじゃないね、やっぱこう、まあ、もちろんね先発ピッチャーの素晴らしさっていうのもあるけども、攻撃面でもこういうところをしっかり細かいところを自己犠牲の精神でできることが、最少失点差を勝ったりとかロースコアで勝てたりとか1点差をもぎ取って勝てるっていうところにつながるから、ちょっとこのままタイガースの強さは続きそうだなっていうね、その勝ってるからじゃなくて試合内容が素晴らしいなっていうところでタイガースグッド、ね、ちなみにタイガースは13勝4敗、貯金9、ワオ、広島5割、ね、です。さあ続いてヤクルト対 DeNA、13日5対1でヤクルト、14日7対3でヤクルト、15日2対1でヤクルト、ヤクルト3連勝 DeNA 3連敗、ヤクルト3位、ね、貯金2、 DeNA 借金10、まあ、ということで、まあ、13日ね、まあ、スアレスが、まあ、前回ねあの西川に低めのいいところを打たれたりして、ちょっとめっちゃいいピッチングしてたのに相手に上回られて負けたっていうだけで状態は非常に良かった。その中で今回も前回登板についてグッピッチ、ね、まあ、4回裏ノーアウト1塁でね、塩見の全力疾走でダブルプレー取られずね、でワンアウト1、3塁になってすぐさま盗塁、ね、で太田がタイムリーツーベース、グッチ、攻撃面でも好きないね、さっきの佐藤の全力疾走もそうだし、もう塩見の、ね、全力疾走でダブルプレー取れず、逆に DeNA はダブルプレー取りきれずっていうところでランナーを置いてのそれ打たれちゃうっていうね。で5回裏村上がホームランで、山田4打数3安打復調かっていう、グッチ、でもここら辺がねちょっと山田低迷してたけど、ここら辺が打ち出すとちょっと打線にねどんどん勢いが回ってきて、でちなみに13日までで対 DeNA 戦ヤクルト盗塁9回走ってます、成功8回です、1回しかさせてない、ちょっと改善しないと走られすぎで、14日も、盗塁されて、だから結構もうバンバン盗塁されるから、ちょっと待ってよ、昨日はされてないんだ、だからここまで10個盗塁されて9個成功されてるから、チームでだからね、1人じゃないチームで盗塁成功率9割、これはねちょっとバッテリーとかベンチも含めて対応していかないと、もうどんどん走られてくるから、一気にねそういった方にピンチを拡大していくと。で DeNA オースティンとね外があの加入して、まあ、これ結果論になるんだけども、使うところ5回表のワンアウトあの2、3塁、この5回表のもう5回だけども、まあ、この時点で2点負けてると、でそこでもうワンアウト2、3塁大和戸柱のところで使ってもよかったんじゃないのかなと、ちょっと使うの遅すぎたかなっていう、でまあ守備にも使わなくても31人登録で、まあ、1軍に
まあ、選手もいるんだから、でやっぱ点取っていかないとなかなか勝てないっていうところで、まあ、結果論だけどもね、俺は5回の表のところで使ってもよかったんじゃないのかなと。あと、まあスクイズっていう手もあるんで、佐々木チャンネル、あのやっぱ下位打線はスクイズした方が点取れるっていうデータをデータスタジアムさんに取ってもらって、その確証を持ってるんだよね。その動画は概要欄に貼ってあります。こちらになります。スクイズで1点だけでも違ったから、そこをこのね無得点で終わってしまったっていうところもちょっと痛かったかなと。あと7回ぐらいね、ダイソーに並木君、サニーブラウンに勝った男が出てきて、 DeNA バッテリースローイングもできず盗塁される、バーッ、いやもう絶対盗塁するやん、絶対盗塁する、キャッチャー若干高めに構えてる、それ投げられへんって、じゃあどうやったら投げれんの、逆にそれはまずいよ、明らかに 100% 走れますと、で若干高め構えてますと、で走られて投げられへんって、いやひょっとしたらよ、並木がもうありえんぐらい速いのかもわからへんけど、それでも投げられへんって、ちょっとよ、ツーアウト一塁、しかもこれ一三塁だったらまだわかるよ、しかもまあ牽制してるけどもよ、投げられへんぐらいはダメよ、バーッね。で14日金久保投手、雨の中中断もありね、すごい難しい状況だと、めっちゃ雨降る、中断も何回もする、その中で粘り強く4年目でプロ初勝利、グラッツね。ああいうところで、まあそれね、状態は決して俺は見た中では良かったとは思えないけども、その中でしっかり粘り強く投げてね、もちろん打線の援護もあったかも分かんないけども、粘り強く投げて、まあ、勝ちに結びつけていくっていうのは、まあ、先発投手というのが役割だから、非常に難しいコンディションの中、素晴らしいピッチング、だったと思います。でその中で、ね、塩見ホームラン、グッズ、山田哲人ね2本、グッズ、稲葉監督が見に来ててアピール、グッズね。まあでもやっぱりその前の日にね、4打数3安打打ってるところでやっぱ復調してきてるっていうところがね、まあバッター1本打ったりね、あとはこのコンディション不良もあるかもわかんないけど、そこがまあちょっとずつ良くなってきてるのかなっていうところはね、あるかもわかんないですけども、やっぱここが打ち出すとね怖いなっていうね。で DeNA ね、2点先制後ピッチャー入江ね、ここにサード内安打、まあちょっとね早い打球だったかなと。でその後山田にフォアボール、で村上の時ねすっぽ抜けでワイルドピッチ、まあ確かに難しい雨のコンディションで、でその後村上にきっちりね犠牲フライ打たれて、で塩見に逆転、だからせっかく点取ってもこうなるから結局流れが悪くなるんだよね。でしかもあのすっぽ抜けね、もうもったいないね、ああいうところはね、やっぱちょっとずつやっていかないと、だからこういうせっかく点取ったのに逆転、流れ全部持っていかれるみたいなね、あの DA としてはもう負のスパイラルにね入ってるような、まあ、試合展開だったかなと。で昨日15日ね、浜口ね、まあ本人はそんなに良くなかったって言ってたけども、まあ俺はいつも思うのは、負けたピッチャーが調子良かったですとか絶好調でしたけど負けましたってなかなか言わないと思うの。その中で、まあ、立ち上がりね、あのちょっと甘めに入ったりとか若干腕の振り緩いなとは思ったけども、そこをね見逃さず、初回中村のねホームランで村上ホームランと2発ここを打ったのがすごい、ヤクルト戦グッ。でもその後はしっかり腕も振って、立ち直っていって尻上がりに低めにもチェンジアップ投げれたし、いい形でピッチングできたと思うんで、まあ、このね初回の立ち上がりの、まあ、難しさはあるけども、ここだけがね浜口ちょっともったいなかったかなと。あとそれに比べてヤクルトの高梨ね、高かったりしっかりコース投げて、あとはしっかり低めに投げて、でカーブスライダーフォークっていう変化球もいい緩急つけて勢いあるピッチング、グッと、ね、あちょっと高いかなって思う時はしっかりコース投げれてたんで、やっぱ板でもね少なかったかなと。あと外ねオースティンともに、あの初めてスターティングラインナップに名前を連ねて勝負したけども、まあ、得点がね1点しかできなかったっていう。でまあ結構ねチャンスもあったかなと思いますけども、まあ、そこでね本当にスパッと変えて、ワンアウト一二塁、ね、宮崎剛洋さんダブルプレー、グッツ、近藤のね、あそこの踏ん張り、あそこでね、DeNA としては、あそこでポーンと一本出てれば、大きく試合をね、変えれる可能性あったけども、そこでね、しっかりリリーフの近藤が、ね、楽天から来てね、ゴーピッチ、ね、でその後清水マグガフ、石山ね、マグガフちょっと打たれて、ちょっとバタバタしたけども、しっかり0点で抑える、で完璧なね、リリーフの継投をして、逃げ切り、グッツ。この高津監督のね投手リレーもハマったし、選手がねその頑張りにねしっかり応えたかなと。まあロースコアの試合最初のね2点だったけども、まあ高梨含めて近藤とか中継ぎ陣がしっかり抑えることによって勝ち切った、こういうところをやっぱ勝っていくっていうチームがやっぱり上がっていくよね。結局あの1年間やってると大勝大敗っていうのはどのチームも俺は同じ勝つぐらいあると思ってるので、その中で
このロースコアの試合、1点差の試合っていうのを勝てるチームが上に行って負けるチームが下に行くっていうところが勝敗の大きな流れになってくるかなっていうところもあるんで、そういったところでね、ヤクルトがここしっかり勝ち切って3連勝したのは本当に素晴らしいと思います。 DeNA はね、なんと6連敗、まあ、外オースティン加入してね、どうなるのか、まあ今日以降のね試合に注目したいですね。さあ続いてパ・リーグ、楽天対ロッテ、13日2対6でロッテ、14日2対2の引き分け、そして15日3対7でロッテ、ロッテの2勝1分け。まあ、前回のね同カードロッテからすると1勝2敗ところをね2勝1分けで、まあ、5分以上の形に戻したっていうところはね素晴らしかったかなと。しかも仙台でね、まあ強いて言ったら3立て出てきたけどねロッテね、火曜日はね仙台に行って、あの仙台放送で、あと東北で、ね、福島とかも秋田とかも放送してたって言ってましたけど、解説させていただきました、はい、ということでね、楽天はまあ、10勝したらねパ・リーグ一番乗りだったけども、リーチかけてできずソフトバンクが10勝一番乗り、楽天の皆さんおめでとうございます。10勝一番乗りできなかった、よかったですね。なんでやと今厳しい声聞こえてますけども、だってもし10勝してたら3年連続10勝一番乗りだったんですよ今年。だって去年も一昨年も優勝できてないじゃないですか。だからあんまりいいデータじゃなかったかもしれないところでできなかったから、ひょっとしたら覆すっていいかもわかんないですよね。だって去年10勝1番乗りで4位になったんですよ。だからやっぱりこのね前半も大事だけど後半も大事なんで、そういった意味ではねこのジンクスをね変えるっていう意味では俺は良かったんじゃないのかなっていうところのねおめでとうです。誤解した皆さんどうですか、はい、さあということで、ね、岸が火曜日投げましたけれども、まあ全体的に言うと良かったんだけども、この決めに行くストレートが今回はもう高めに浮いて決めきれなかったっていうところが、多分球数が前回と違って多くなったところだと思うんだよね。決めに行くところをパチッと一発で決めれない、それによってね1バッターに数球使ってしまうっていうところがちょっと球数が多くなったかなと。ロッテ石川もね、ちょっと立ち上がりがねちょっと踏み込みも弱く、ちょっとなんか腕の振りも弱く、ちょっとまっすぐ乗り悪いから俺まあ復帰初登板だったんでね、今シーズンだから初登板、大丈夫かなってね、あの浅村にインコース狙った球が逆球の真ん中入って、まあ、宇宙海の、ね、タイムリー打たれて、もう岸との対戦なのに大丈夫なのかなと思ったところ、仕上がりにねストレートも良くなって、シンカーがねいいキレあって、まあ、そこをねあの楽天打線が対応できず、でたまに投げるカーブがねカウント取りていい形のコンビネーションになって緩急ついて良かったなっていう。でしかもねあの今季初登板で岸に投げた、ガッツ石川ね。でまあ、基地もね良かっただけに、だからこのね基地はね負けたけども何も悪くない、めっちゃ良かった。その中でやっぱ一番問題あったのは、まあね、2回表山口にカーブボール、カーブストライク、カーブをレフトボール際にホームランを打たれた。ここはね山口グッバッて、まあ、ここ公式戦多分山口は基地に対して多分初対戦だからストレートの体感スピードをまだ感じてないから、自分の中の速さみたいな感じでいる中でのカーブを3球続けたことによって緩急がつかなかったんだよね。それによって山口に拾われたっていうところで、まあ、あと山口っていうところでフルスイングしてくる、これストレート1、2、3やろっていう感じで舐めたんじゃないのかなと。ちょっと油断あった中で簡単に行きすぎてカーブ3連投で、それを山口がしっかり対応で、6回表ワンアウト1、2塁、安田にね外ストレート、外チェンジアップ、ここねバレリーナスイングみたいなにして空振りで、外ストレートボール、外ストレートで三振、これはね非常に良かった。でワンボールツーストライクになってもう何でもいける状態、インコースでもチェンジアップでもカーブでもアウトコースでもということは打者も迷うっていう、でこういう風な形ですると、この山口の時のカーブもさらに生きたんじゃないのかなと。でツーアウト二塁、レアードスライダーボール、ストレートボールで、ここから2ボールになってどうするのかなって思ったところで、カーブカーブと2球続けて、で最後3回首を振ってインコースのストレートで、ここでサードゴロ、この配球も非常に良かったですね。外外行っといてカーブカーブで緩急つけて外行くと見せかけて最後打ちで、ここ岸がね3回首を振って選択して、この良かったけども、ここで何が起きたか、サード渡辺エラーねえ。でその後山口に対して初球チェンジアップパスボールで、今度はもうさっきカーブ打たれたからかな、インコース3つ続けるので、それをつまみながらライト打たれてタイムリー。
山口の時なんでそんな続けんの、逆にせっかくいいのに、なんか意地になったのか、なぜか山口に対して続けることによって山口がそれを対応していくっていう、この13日の試合に見えたかなと。なんか山口の時だけすごいなんか異様に固執した偏った配球に見えたかなと。まあその中でね、山口がしっかり対応できたっていうところも素晴らしいですし、まああのこのところのね、やっぱりこの渡辺のエラーバーね、まあいろんな意見だね、一生懸命やって本人も必死だとか、エラーするつもりでやって、そんなのはねもう誰も一緒ね、もうそんなこと言ったらもう評論なんて何もできない、ね、頑張ってるのは大前提、その中でプロとしては結果を出していかなきゃいけないってなったら、あの接戦の中であのプレーはもうバーッとね。で8回表ツーアウトにしたのいいで、角中の、まあ、セカンドゴロね、浅村ねよく追いついたよ、でもそこからのファンブルで2点、だ結局ミスで負けだよね、勝てた試合をミスで落とすっていう、やっぱこういったところをしていくと、やっぱりこう1位に入れなくなって落ちていくところでチームのリズムが変わってくる。しかもカードの頭火曜日今まで全部負けなしできていい形でいってるところをミスで負ける、それはもう悪い流れになってくるよね。6回裏ね、辰巳のライト前、ここから行くのかって言ったところでなんかちょっとオーバーランしてマーティンがサードのファースト投げて石川に立っちゃう、えライト前なのにあそこまでオーバーランする必要あるっていう、しかもマーティンがちょっと弾くとかちょっと後ろ目とかちょっともうちょっとどっちかに寄ってるとかだったらちょっと話は分かるけど、普通の正面の頃普通で騒いでんのにあそこまでオーバーランする必要逆にあるかっていう、ライト前なのにバーンってアルダウトになってっていうねところもあるんで、もう全体的にこの火曜日は楽天がねもうミスで負け、だから自滅ですね。で続いて14日2対2の引き分けね、もう則本踏み込みよくグッド、昨年よりやっぱり踏み込みもいいし腕の振りもいいし力強さもある、ね、ストレートフォークが生きてね、ねまあ非常に素晴らしかったかなと。でこの渡辺さっきエラーをね、でも9回一気に9回に飛ぶけども9回の表ね、まあ、前日エラーした渡辺がね、あの荻野のサードゴロねダイビングキャッチしたアウトグッド、こういうのね、ミスしても使ってくれる監督、それを使ってくれる監督に自分の頑張りを見せるために、頑張りを見せるためにはもう結果、その中でしっかりねその守備で応えていく修正していくっていうのはね非常にグッドポイントね、素晴らしかったかなと。でロッテ初回ノーアウト一塁ね、小深田盗塁、田村悪送球ね、大前提 100% キャッチャー悪いのね、ワンバンになってるから 100% 悪いんだけども、キャッチャーの立場から言うとあんだけワンバンしてんだからもうショートの藤岡体止めてよ、もうそんな無理しなくていいって、キャッチャー悪いのよ 100% だからもうあの言い訳と人のお願いよ、もうああなったら止めて、止めるだけでいいんですよ、後ろ行ったら行っちゃうんですよ、無理しなくていい、キャッチャーが悪いのよ、分かってる、それは田村が悪い、ね、でもあれは止めてほしいっていうキャッチャーのエゴです。はい、でそれでね一気三塁行ってきっちりね、せっかく先制点取ったのに取られちゃうっていうね、バーッとね、それとロッテ7回表ツーアウト1・2塁ね、バター中村インコースめっちゃさばきうまくてライト前、ああいうのもねできるとやっぱ状態上がってきたのかなっていうね。でロッテ小島じゃないよ、小島だよ、はい、一人ボケツッコミです。状態ねよくは見えなかった、俺が見てるところちょっと逆球も多かったし、でも要所でねしっかり決めきれるっていうところはね、やっぱ去年1年間投げてどんどんね成長していってる、状態が悪く時にどこまでしっかりゲームを組み立てれるかっていうところがやっぱりその先発ローテーションのもう一つ階段を上がるためには必要だから、まあそういったところはまあしっかり、できたのかなと。あとね、まあ、2対1で来てね、最後増田が出てきてハーマンカラカーといい感じで来て終わった、しかもノーヒットノーヒット、これで789来たかと、形できたかというところでまっすん、このね浅村のツーベースよく走ったね、グッチセカンドマンね、あれファーストまでいたらひょっとしたら逆転できてなかったかもしれない、でもあれをしっかり走ったことによってこのね同点劇が生まれたかなと。でまあ鈴木大地がね犠牲フライ、マスターズ鈴木大地同期でロッテ入団、それが今はね敵同士で戦ってる、ね、逆に同点で終わってよく良かったかなと。ロッテはねあのまま逆転されてもおかしくない、サヨナラにされてもおかしくない状況で、まあ勝たなきゃいけなかったんだけどもね、まあ正直ここはロッテはね勝てたゲームだったかなと。で昨日15日ね、3対7でロッテね竹中リベンジならずっていうところはあったんですけど、まあ前回よりはねも全然非常に良かったんで、まあこれをね続けていってもらいたいなと。あと岩下ロッテね、ストレートがね
低かった。それによってフォークも生きるし、カーブも目先の緩急、ね、高低もつくっていうところで非常にね、スピードの乗りもよく素晴らしかったんじゃないのかなと。で4回表ね、1点取って2アウト1塁でね、2ボールから藤岡がね、ライトへタイムリーツーベース、積極的に行く。あの2ボールからね、あえて積極的に打ちに行く姿勢がやっぱ今のね、高打率につながってると思うんで、ああいったところの積極性はね、非常に、素晴らしかったなと。まあ、楽天はね、チャンスね、結構作りましたけど、1本出ずね、まあ、敗戦になってしまったかなというところで、ちょっと長くなったんで、ロッテちょっと最後短めにしましたけども、あのね、ここで一つの大問題。このね、井岡、井口監督、ようやく尻に火がついたかのように、エチェバリアがいい刺激になっていると思うっていうね、藤岡が隠れ首位打者らしいのね。打率3割8分2厘と好調です、ね、でここでどうしますかっていうね。もうエチェバリア使わなくてもいいんちゃうさっきのロハス、もう無理に、もうここはね、無理に使わない方がいいね。もったいないね。落ちてきた時にだから、もうちょっと2軍にいてもらった方がいいんじゃないのような気がする。だって尻に火がついて頑張ってるねって言って結果出してるのに、エチェバリアが来たから、はいごめんなさいね、どいてください、もうきついよ選手は。だから俺はもう藤岡でね、このいい感じで来てる間はずっと出してあげてほしいなと。でエチェバリアはもう守備固め含めた途中から行くか、もしくはサード行って、まあ、安田を DH とかファースト、まあ、レアードもいるからファーストとか、まあでも山口もいるよっていうね、まあ難しいね、そこら辺が、まあ、どうするのかね、まあ注目だねっていうところだね。まあ結果ね、ロッテの2勝1分け、楽天はここで同率西武と同率2位、ロッテは4位、首位と 2.5 ゲーム差です。はい、さあ続いて西武対日本ハム、こちらは2試合です。13日2対3で日本ハム、14日2対1で西武、1勝1敗で五分です、ね。13日日本ハム池田3年ぶり勝利、グーッとペッチね。まあ、前回ね、4月16日の試合は、まあ、球が高くてね、ちょっと切れなかったかなっていうような感じが見えましたし、まあ、今回もね、立ち上がりね、スライダー若干高かったかなと思いましたけど、ちょっとね、回を進むにつれて修正してね、まあ、フォークボールが非常に良かったかなと。あと、まあ、日本ハムらしくね、このワンチャンスを生かして6回3点。まあ、このね、6回3点、この、やっぱり、俺が日本ハムって言ったら、もうずーっと切るけど、1イニングビッグイニングみたいな。を作って打線がつながるっていうようなね、俺は現役の時も非常にそんな印象あったんで、そういうようなね、あの試合展開だったかなと。あと6回裏ね、ノーアウト1塁で、あの森のサードゴロね、中田のファインプレーガッツね、あれが抜けてたらひょっとしたらっていうところをね、しっかり守備でもね支えるっていうところで非常に素晴らしいプレーだったかなと。あと西武ね、若手の頑張りね、非常に素晴らしい。ここね、怪我人たくさん出る中で、まあ、2回裏ね、ウーネンティあのセンター前でアイとかね、ツーベースでノーアウト2、3塁になって、まあ、西川がね、犠牲フライ、こういうところでね、しっかりポーンと犠牲フライをね、1点取っていくっていうところなんか、ね、で松本がね、結局四球で崩れるで、ね、宮川も無視満塁から押し出し、結局フォアボール。なんかもうこう見ると西武の負けってフォアボールっていうなんかフォアボールが常についてくるっていうね。結局四死球6ね、宮川もまあ押し出し招いたりとか、だからこういったところがもったいないね。やっぱこのロースコアの試合だったらやっぱフォアボールからっていうのはね、やっぱちょっと致命的になるんで、まあ、そこはねしっかり修正していってもらいたいなと。で14日2対1で西武、ここで逆に今井6回106球3安打7三振、まあ、4フォアボール1デッドボール1失点、まあ、ここはまだ四死球5個と多いけども、球が力あるから初回の中田に対して甘めのストレートも、ファーストフライで、5回2アウト2塁から渡辺にね、2ボールから甘めのストレートを2球続けてファール、結果ねフォアボールになったけども、こうやってね甘めでも強い球投げていけばファールになっていくんだから、こういったところを学んでほしいよね。だからここはまあフォアボールになったけどいい傾向だったかなと。でまあ苦手ね、近藤に対しては甘めのシンカー系でね、ストレートをコースに投げて、この最後シンカーをね、ショートゴロ、非常にね、グッ、甘めでも動かしていくってね、厳しく投げて動かしてもらわないから、甘めで動かしていくっていうところもね、非常に良かったんじゃないかなと。で、攻撃機もね、そつなく初回、若林がツーベース打って、源田バンド、で森、ライト前タイムリーね、3回裏もワンアウトから森がライト前、で、ツーアウトで森がね、盗塁、グッ。まあ、ここねちょっとバッテリーとも、まあ、伊藤ね、ピッチャー伊藤もね無警戒だったかなと。でキャッチャー投げれずっていうところだ、まあ、森だからね盗塁しないだろうっていうねところで無警戒すぎたところを森がついてね盗塁グッ。でその後ねウーデンティンがセンター前タイムリーグッ、ね、こういったそつない攻撃っていうのは非常に、あと辻監督のね采配も素晴らしいなっていうところと、やっぱどんどんね大砲どころがいなくなるんで足でね
生かして攻めていこうっていう、この怪我人が出たことの中での戦術展示っていうところが、まあ若手の躍動とベンチの采配とかうまくマッチして非常にいい戦いだったんじゃないのかなと。で西武はね、4回表ファースト渡辺、おかわり君がサードゴロ取ってね、サードへで、ね、取れずタイムリーエラーバーンと。しかもね、ファーストそんな経験ないって言っても試合出てる以上経験ないはもう言い訳にしか過ぎないから、出てる以上はやっぱ完璧にこなさなきゃいけない。経験が少ないからといってそれを許されることはプロでは何一つないね。まあ取れないんだったら止めるとか何か必ずしないと、ああいったところをやると、まあおかわり君のね、あの印象も悪くなるし、ああいったところがファーストがちゃんとできるかによって守備力が上がるかどうか決まるんで、まあ、ああいったところはね、止める止めないあるけどもしっかりやってもらいたいなと。あの後ね、まあ、あの照れ隠しかなんか分かんないけども、まあ、映像に映ったとこが若干笑ってるところが俺は正直あんまり好きじゃない、ね、で2番も伊藤よかったけど、非常によかった。今日もスライダーも上がってまっすぐもよかったけども無援護です。3試合投げて、1得点2得点1得点と計4得点しか取ってくれてません。これはきついね。あのロッテの鈴木バージョンめっちゃいいよ。いつ勝ってもおかしくない。非常に素晴らしいピッチング。だからこれを続けてね、あとああいうね、森の盗塁の無警戒とか、あそこら辺は自分のミスだからしっかりね、ああいったところもまあ過度なね、あの警戒する必要はないけど、牽制1球だけ入れとくとか、そういった警戒してますよっていうところを見せるだけで、そこまで足が得意じゃない選手っていうのは走れなくなるから、そういったところをねちょっとずつやってもらいたいし、そういったところはね新人なんだから、キャッチャーがもっと引っ張っていってやらなきゃいけないなっていうところはね強く感じましたね。で西武中継ぎギャレット平増田、ストレートグッド、ストレートがえげつない。この3人もうかなり伸びてて走ってて、あれは打つのはねなかなか難しかったかなっていうところで、まあ接戦をね勝ち取って1勝1敗5分です。西武現状2位、日本ハム、借金5で最下位です。はい、さあ最後にソフトバンク対オリックス、13日4対7でオリックスで、14日4対1でソフトバンク、で15日4対3でソフトバンク、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越し、ね。13日オリックス立場ね、去年とは若干フォーム変えてね、ダラーンとしてこう1回姿勢を保ってから投げていくことによって、まあ、制球とね球持ちが非常にアップしたんじゃないのかなと、思います。特にね、この13日の試合は低めの制球がね素晴らしく、まあ、5回裏ね、松田、甲斐、周東へのねコース、高さ非常にねグッペッチ完璧だったかなと。でここでね、まあ、これはね結果論だけども、でも結果論の中での分析をしていかなきゃいけないっていうところでね、まあ、投手交代がねちょっと明暗分かれちゃったかなと。ソフトバンクはね6回表ワンアウト1、3塁でね勝谷から津森へ交代して、でオリックスはね杉本から代打で T 岡田で、ここでね T 岡田がセンター前勝ち越しタイムリーゴッとね。でこのつもりね、その後大下三振、太田サードゴロとね、これ踏ん張ったのは非常にグッポイントね、良かったかなと。でもこれでね T 岡田がしっかりねチームの起用にね応えてセンター前っていうところでね、まあちょっとねこの投手交代とかね、選手の交代が明暗かなと。でオリックスはね7回裏田島からね漆原スパッツチェンジで、ワンアウト1塁で増田543ダブルプレーね、このチェンジが生きてダブルプレー、ここでね追加点行きたかったところを、まあソフトバンクのねそこを点をやらなかったっていうところが勝ちにつながってるんで、こういった今回はねオリックスのこのベンチの投手起用、選手起用っていうところが非常にハマった。ベンチの作戦に対してグッと、ね、で14日4対してソフトバンクね、まあソフトバンクはまあ大きく打順変更です。ここに来て打順で言うと、この対山本に対して周東、柳田、グラシアル、栗原、デスパイネ、松田、甲斐、今宮と大きく柳田を2番にして大きく打順変更、ガッパイン、ね。まあ、そもそも打順っていうのは誰が何番打ってもいいんですよ。そんなもう強いこだわりあるのはひょっとしたら日本人くらいかな。一番いい打順っていうのは点が取れる打順が一番いいわけだから、誰かが何番打たなきゃいけないとか、そのもう主力の打順は交代して若手とか次行くメンバーだけでちょっとワンランク落ちる選手で打順を変えてチャウニゴス程度の打順変更してるチームもありますけど、それじゃ意味ないのよ。こうやって大きく変えていくことによって何かを動かないものを動かす、ね、泣かぬなら泣かせてみようホトトギス工藤監督ですっていうパターンですよ。それによってこのね山本を打ち崩すっていうね、山本もね悪かったわけじゃないと思うんですよ。これはもうね完全にソフトバンクの打線が、まあ、山本を攻略したかなと。でまあ和田もねあの真っすぐ力ありね、力あるところ投げるんでチェンジアップがさらに生きるっていうところでね、このまだまだよね40歳松坂世代頑張るねってね、だって俺一緒にやってたんだもんね。しかも俺より後に入団して俺一緒にやっててまだ投げてるんだ、すごいよね。まあ俺より後に入団したからやってるのはすごいけど、40代ガッツ和田にガッツ、ね、
で2回裏栗原フォアボールデスバインライト前、ね、中村バンド失敗253ダブルプレー。ここでね嫌な流れ切れたかな。いやこういうとこちゃんとやっていかないと、しかも対山本に対してっていうところでね、ツーアウト2塁からマッチのセンター前、あそうナイス、あれね力で流れをね引き戻すっていうね、あこう切れかけた流れを次のバッターが取り返すっていうのが非常にね流れが良くなっていいのよ。で6回裏ワンアウト1塁でね、今度さっきのねミスを帳消しする中村がねタイムリーね、こういったミスをしたけどもその後しっかり取り返していくっていうところがね、これまたチームがね活性化して今ね1位になりましたけども、そういったところでね、まあ、怪我人は出てるけどもチーム力で勝っていくっていうね、そういうチームの姿勢ができて非常に素晴らしかったかなと。で15日4対3で、ね、ソフトバンクの勝ち。ここちょっと申し訳ないんですけども、佐々木若干ちょっと忙しくてここの試合見切れなくて今日の時間になっちゃったんで、ここ正直あの流しでしか見てないんでちょっと詳しいことなかなか言えないんですけども、一番の違いは二遊間の差だったかなと。まあ、今宮ね、シュートが厳しいところをね、アウトにしたり、取ったりしたりしているところをね、逆に、大城、ファーストにボートを掘っちゃったりとか、ちょっと二遊間のね、守備力の差がね、この勝ち、勝敗にね、しかもこの接戦のところで、繋がったかなと。やっぱりオリックスはね、実は全体的にエラーが多いんで、そこをね、しっかりやっていかないと、やっぱ勝てる試合勝てなくなるんで、さっきも言いましたけど、このロースコアの試合を勝ち切れるかどうかが、順位に変わってくるんで、まあ、そういったところはね若干やっぱりこう開幕してから守備のミスっていうところがね、まあ、多いっていうところもあるんで、まあ、そこはしっかり修正していかなきゃいけないのかなというね試合展開のように見えましたね。まあこれで、2勝1敗で、ソフトバンクの勝ち越しでねいうところになりました。ソフトバンクは1位、オリックスがね5位と借金4というところになります。さあということで終わりです。今日ちょっと長かったかね、ね喋りすぎたかなっていうところで、今日の申し送り事項はね、今日の一番の注目はね、日本ハム、バーヘーゲン、ぶっつけ本番で投げます。すごいね、どうなんだろうね。そういったところは、まあ、注目したいかなと。あとまあね、そのヤクルト石川が、佐藤選手に対してどういう配球でね、攻めていくのかっていうところも非常に注目どころ。阪神ヤクルトともね、連勝同士の、対決になりますし、でまあ、中日広島と両チームね、絶不調のチームが戦う。だからもう、いい対決とダメダメ対決がどっちの明暗が分かれるのかっていうところも非常に注目だし、で、まあ、菅野がね、まあ、復帰してからまだ1勝上げてないというところで今日投げるこの菅野のね、まあ、DeNA 打線、オースティン、ソトがね入ってきてからのそこのね兼ね合いがどう変わるのか、流れが変わるのか変わらないのかっていうところも、注目どころだし、あとまあ西武対ソフトバンクね、まあ、これ1位2決戦、どうなっていくのか、オリックスロッテね、こう山岡がまだ勝ってないっていうね、で二木はこの前良かったからね、ここがどうなるのか、オリックスとしてはね山岡がやっぱりしっかり勝っていかないとやっぱりこのねやっぱ順位を上げていかなきゃいけない。でしかも今ロッテに対しては 1.5 ゲーム差なんで、ここのね、試合をしっかり返せればねロッテより上に行けるっていうところで、オリックスに対してもね序盤の非常に大事なカードだったりするのかなと思います。最後に言いたいことあります。メジャーリーグでレンジャーズ有原メジャー初勝利おめでとう。ね、まあ、ほっとしたという意見もありますね、本人の気持ちもありますけどもね、まあ、やっぱりねあの松山英樹君に続いてね日本旋風をアメリカでね出してもらいたいと思います。引き続きね頑張ってくださいということで、佐々木の総チェックおしまいです。今日からの3連戦も皆さんプロ野球要チェック。